へへへ TV。 どうも皆さん、へへへです。本日は2022年5月1日日曜日12時5分に撮影しております。それでは周辺スタートします。それでは VTR スタート。湯西川温泉街に到着した。観光前に山島屋さんでランチとする。観光地に来たらそばの気分になるのがへへへ湯だ。天ぷらそばをいただいた。ごちそうさま。湯西川温泉に伝わる平家の風習、日は伝説を末永く継承する拠点、平家の里入り口前だ。今回の旅行のメインスポットだ。入場料を払って早速入場だ。どんなところかワクワクする。茅葺き屋根の集落が見えてきた。ちょうど営みどころにと呼ばれる建物のようだ。民芸品加工所として使われたようだ。今ではあまり見れない代物がたくさん飾られている。こちらは、ちょうど営み、所さんと呼ばれるようだ。冬になると、鎌倉祭りがあるようだ。こちらにも、貴重な、ちょうど品が飾られている。こちらが平家の整備された庭園のようだ。おたまじゃくし軍だ。この建物が、床し所4と呼ばれるようだ。
ゆかしどころ4には、湯西川に伝わる、創意工夫した、独特の民具が、飾られているとのことだ。この建物が、ゆかしどころ6と、呼ばれるようだ。ゆかしどころ6には、平敦盛と、平清盛の、マネキンが飾られている。一番大きい建物の、ぐさぐさ伝えどころには、入れないようだ。残念。しだれ桜が咲いている湯西川の桜の満開はつい最近のようだ。一番大きい建物のぐさぐさ伝えどころを正面から見たらかやぶき屋根が落ちていて入れないようだ。旅の思い出に撮ってみた。熊の剥製と鹿の剥製が飾られていた。平家塚、武将としての身分を隠すために、落人たちが鎧や兜を埋めておいた、という言い伝えも残るようだ。平家の里から少し歩くと、連絡道吊り橋という橋があった。その吊り橋からの湯西川の眺めだ。平家の里駐車場の隣に樹齢800年の栗の木が2本あった。こちらが平重盛公の御神木とのことだ。そしてこちらが平清盛公の御神木とのことだ。今回泊まらせていただく宿泊施設が山城屋さん。へへへ TV。